はい、こんにちは。パーカッション高見です。ゼロから始めるパーカッションジャンベ編。この話についてはこのジャンベという楽器について1からいやゼロから解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回までの動画でジャンベの基本的な叩き方、具体的な音の出し方ですね、3種類ありました。スラップ、オープン、ベースの3種類です。クラック、トーン、バスとも言いますけれども、この3種類の音が叩けるように解説しましたので、まだ見てないよという方は概要欄からご覧ください。そして今回ですね、いよいよリズムを叩いていきます。お待たせしました。ようやくリズムがね、叩けるぞということで、今までやったスラップ、オープン、ベースの3種類の音を組み合わせてリズムを叩いていきます。で、ぶっちゃけるとですね、もうこの3種類の音が正確に叩き分けることができればですね、もうどんなリズムでも叩くことができます。で、あとはね、例えばママディケータさんの本一冊買ってきて、あ、こんなリズムがあるんだって自分で勉強していただいてもいいし、 YouTube でジャンベプレイヤーの動画を見て真似して叩いてみていただいてももちろん構いません。で、このレッスンではですね、僕の独断と偏見で選ぶこのリズム叩けておいた方がいいよと、このリズムジャンベで叩けるとかっこいいよというようなね、リズムをいくつか今回から紹介していきたいと思いますので、そういうの興味あるぞという方はね、ぜひ習得していただければと思います。で、今回あるリズムは俗にアフロビートと呼ばれるものでございます。まあ、アフロビートってね、アフリカのリズムってすごいざっくりとした名前なんですけど、日本の米みたいな。アフリカのリズムって実際にはもう何百種類とたくさんあるんですけれども、まあ、特にその元になった、いろんなリズムの元になったと言われているようなリズムをやっていきたいと思います。まずはちょっと叩いてみますので聞いてみてください。はい、このようなリズムになります。いかがでしょうか。ちょっとパッと聞きね、複雑に聞こえるかなと思います。一回ガイドをつけて叩いてみたいと思います。はい、アフロビートこんなリズムでございます。これ実はね、いろんな拍子が混ざり合った複合拍子で、いわゆるポリリズムと呼ばれるやつでございます。ポリリズム、ポリリズム、ポリってやつですね。で、リズムオタクの方は、おぉ、ポリリズム来たとなってるかなと思うんですけれども、今僕はどんなリズム叩いたかっていうと、口で歌ってみますけれども、トカドカ、トカドカとトカドカ、トカドカとというリズムを今叩いておりました。で、これ取り方によっていろいろ変わるんですね。つまり、トカドカトカトカトトカドカトカトカト、まあ、こういうふうに取れば6拍子になります。あるいはトカドカトカトカトトカドカトカトカト、こういうふうに取れば4拍子ですし、トカドカトカトカトトカドカトカトカト、こういうふうに取れば3拍子になるとね、いろんな取り方ができる。実はこのポリリズムこそがアフリカのリズムですごい肝となる重要な考え方、リズムなんですね。なので、ぜひこれはまあかじっておきたいというか、知っておいて損はないかなと思います。で、ああ、ちょっと難しそう、よくわかんねえと思わなくて大丈夫です。こう分解してみるとね、意外と簡単にできてますので、このレッスンでぜひ習得していただければと思います。はい、アフロビート複合拍子なので、いろいろな取り方ができるんですけれども、もとも一般的っていうかね、スタンダードな取り方としてはやっぱり4拍子です。1、2、3、4、1、2、3、4。はい。今の音楽でも一番メジャーである、こういう1、2、3、4のカウントで取れるっていうことですね。で、1、2、3、4で取ると、この1拍あたりの音の数は3つになります。つまり、1、2、3、4、タタ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 、ワイン、アトゥイア、シイア、ポイア、ワイン、アトゥイア、シイア、ポイア、ワイン、アトゥイア、シイア、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、こういう音の数、リズムになります。はい、ではまずジャンベで叩く前に口でリズムを歌えるようになりましょう。こう口で歌うっていうのがね、むちゃくちゃ重要なので、これ必ずできるようになってください。今手で4拍子を叩いて口でリズムを歌えます。まず僕やってみます。聞いてみてください。トカドカトカドカト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 になります。これ前半と後半に分けてやっていきます。まず前半からですね。前半はトカドカです。前半だけ繰り返して歌います。トカドカ
トカートカトカートカトカートカ、はい、歌えそうな人は真似して歌ってみてください。トカートカ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 、はい、こう一発叩くあたりにですね、音3つ入ると言いました。で、一発目はトカードなんで、まあ、3発入るんですね。トカードって。はい。で、問題2発目ですね。カッ。カッってね。まあ、休符、休みがあるってことですね。で、休符、今、フで歌いたいと思います。フ、ね。なので、2つ目は、フカフになります。フカフの3つですね。トカード、フカフ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 。トカードかトカードかトカードかになります。はい。まずこれが自分で歌えるかどうかっていうのを確認してみてください。ここで動画を止めていただいて構いません。トカードかトカードか、あるいはトカードふかふトカードふかふと、口で歌えるか確認してみてください。はい。では後半も歌ってみましょう。後半はトカトカト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 です。後半の方が音が詰まっているので簡単かもしれません。まず3つ目を歌います。トカです。トカ。はい。休符歌うとトカフです。トカフ。はい。トカフ、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 トカフ。はい。で、4つ目はドカットですね。これ音が詰まっているので簡単ですね。ドカット、ドカット。はい。ドカット、ドカット、ドカット、ドカット。つなげて歌うとトカフ、ドカット、トカフ。ドカトトカフドカトトカフドカトトカ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 ドカト、はい、歌えましたでしょうか。はい、では前半と後半をつなげて歌ってみますので一緒に歌ってみてください。せーの。トカドカトカドカト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 になります。はい。おそらく2拍目っていうか2発目が難しいんじゃないかなと思います。かっていうね。かって。これ休み、休符があるんで、ふかっていうね。この頭に音が来ないパターンになります。で、ここがね、ちょっとこうタイミングむずいわという方は、とかと、ふかって、ふ、ふを歌って、ふかっていうね。休みの部分もちょっとこう、口で、ふかって歌うことによって、とかと、ふか、とか、トカトトカトフカってこうタイミングを明確にするといいかなと思います。はい、では口で完璧に歌えるようになったらいよいよジャンベで叩いていきましょう。お察しの通りですね、トがオープンで、カがスラップで、ドがベースに当てはまります。トカドカトカトカトトカドカトカトカトっていうのがオープンスラップベースに当てはまるということですね。で今回叩くのは、まずですね、右手から始めて、トカドカ、前半だけ叩いてみましょう。トカドカなんで、トカドカ、トカドカです。オープンスラップ、ベーススラップ。で、トカドカ。これだけ叩いてみてください。トカドカ。はい。右手がオープン、左手がスラップ、右手がベース、左手がスラップです。はい。で、ちなみに今回ね、左手がすべてスラップになりますので、わかりやすいです。左手はずっとスラップを叩いていけばいい。で、右手がこう、オープンかベースを移動しながら叩くと。はい、では前半部分だけ繰り返し何回も叩いてみましょう。今、手元に楽器がない人は、膝の上なんかを叩いてイメージトレーニングしてやってみてください。ワン、ツー、これぐらいのテンポで、トカドカ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 。
はい、では後半部分だけ繰り返し何回も叩いてみましょう。ワン、ツー、シー、フォー。トカフ、トカト、トカフ、トカト、トカフ、トカト、トカフ、せーの。トカフ、トカト、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 トカフ。はい、なんとなく気づいたかなと思うんですけども、最後のドカトって叩いた後にもう一回トが来ると、これトがね2連発、右手2連発になります。ドカトトでね、でこの2連発がちょっと難しいかなと思いますけれども、なるべくね音がしょぼくならないようにドカトトってはっきり2回叩くように意識してやってみてください。はい、ではいよいよ全部つなげてやってみたいと思います。いきますよ。1,2,3,4トカドカドカドカド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 トカドカ。はい、というわけで今回はアフロビートの叩き方の解説でした。ちょっと難しかったよという方はね、何度かこの動画を見返していただいて、ゆっくりじっくりで構いませんので取り組んでみてください。やっぱり口で歌えるっていうことがね、最優先。これマストですね。口で確実に歌えるようになってから、ジャンベに移行するようにしてみてください。口でトカドカ、トカドカド、トカドカ、トカドカドと、呪文のように唱えていただいて、もうなるべくね、ゆっくりで構いませんので、トカドフカフトカ、ドカドトカドフカ、もう確実に歌えるようにしてからこれを手に移行する。トカドフカ、トカドカド、トカドカ、トカドカド、トカドカ、トカ。で、これ繰り返しやってるとね、意外とこう叩けるようになってきますから、それ慣れてきたらだんだんこうテンポを上げたり、はっきりと発音するようにやっていく。でこれいいハンドエクササイズにもなりますので、今回右手から始めてトカドカトカトカトで、左手が毎回スラップでしたね。で慣れてきて、できた方はですね、これ左右逆で手順でやってみてください。つまりトカドカトカトカト、右手が全部スラップで左手がこのオープンとかベースを移行するようなパターン。これね、右手からでも左手からでもどっちでもできるようにしておくと、いいこの音色の叩き分けの練習になりますので、ぜひやってみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日に YouTube ライブを使ってパーカッションのワークショップもやってますので、ぜひチャンネル登録して参加してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。